ソケット7は X86 系 CPU 用ソケットの物理及び電気的仕様の一つである。インテルの Pentium プロセッサややイリッ i x AMD 等の互換品が用いる。許容システムクロックは50から 83MHz、CPU 動作電圧は 2.5V-3.5V。このソケットの仕様に適合する CPU であれば、 どんなものでもソケット7適合のマザーボードに挿入することができる。ソケット7はそれ以前に用いられていたソケット5の上位互換でもあり、ソケット5用の CPU をソケット7に挿入することもできる。ソケット7にはソケット5にないピンが2つあり、複数の電圧で CPU を動作させることができる。ソケット5は単一の動作電圧しかサポートせず、 後に生まれた CPU に見られる動作電圧を下げ、発熱と電力消費を抑えようという要請に合致しなかった。ソケット7がサポートする CPU は例えば 2.5V-3.5V で動作する Pentium 75から 233MHz、AMD 稽古から Syrix の 6X86P120P233 である。 ソケット7は、スプがソケットであり、ごく稀には296ピンリフを用い、37、X37 に配列することもあるが、通常は321ピンのジフソケット19、X19 の配列で用いる。AMDK6 から2、K6、3プロセッサ用にスーパーソケット7が設計された。これらのプロセッサは極めて高いクロック数で動作し、 AGP を用いるので、このソケットが必要となった。スーパーソケット7とソケット7とは、大体において互換であるが、マザーボードと CPU の両方が、スーパーソケット7仕様である場合に限り、これらの新しい機能を活かせる。システムクロックは95から 100MHz。ソケット7は、ソケット5からの互換性により、 サードパーティー各社から乗せ替えよう CPU アクセラレータが発売され、息の長い企画となった。しかし、スロット1と比べると演算速度では一部勝ってはいた。ものの、CPU 伸ばす転送速度では劣っていた。このため、ビジネス用途には強いものの、データ転送速度が要求されるゲームや、動画再生などはやや苦手であった。以前発売されていたゲームの要件で、 ペンティアム 2300MHz 以上と謳われていると同時にソケット 7K マシンではクロック数に関わらず動作サポートは対象外と表記されているものがあるのはこのためである。ありがとうございます。